のままことは、東京都新宿区にある、撮影会、スタジオイチゴハウスの代表者。かつては、芸能プロモーターであり、元芸能プロダクション社長。1963年生まれ。中学時代に、高田水江の歌謡に興味を惹かれ、東京の私立麻布高校在学中に、アイドル歌謡に夢中になる。早稲田大学進学後は土日。 夏休みのほとんどを女性アイドルイベントに費やし、会場に足を運ぶことのべ500日に及んだ。学生時代のサークル活動で、学園祭でのアイドルコンサートを開催したほか、当時、島田奈美の所属していたメリーゴーランドでアルバイトを、していた。卒業後はそのまま同社に入社し、島田奈美ファンクラブ担当を経て、井上麻美のマネージャーとなる。しかし、芸能界が、 従来のアイドル路線を転換しようとする動きを察して、1993年11月にアイドルらしいアイドルを自ら育てるべく独立し、有限会社アルテミスプロモーションを設立した。水野葵が所属アイドル第1号だが、野間自身が学生時代にお気に入りだった佐野良子を意識したコンセプトにキャラ付けをし、プロモーションを展開した。1995年2月2日には、 水野葵が出演していた、フジテレビの深夜バラエティ番組、天使の UBUG の企画コーナー、社長水木ファッションショーに出演、水木姿となって登場している。また、アルテミスプロモーションは、伝統的なアイドルらしいアイドルの路線を貫く中で、地下アイドルの多く所属する芸能プロダクションとして有名であった。同事務所の所属者には、水野葵、森下淳が、 鈴木マリエ、南カンナ、山かすみ、秋野瞳、井上あさみ、藤沢優、徳永愛、岡本光が在籍していた。2004年6月30日に、自らの健康上の理由で、アルテミスプロモーションを解散して、芸能プロダクション活動の一線から退いたが、2004年7月17日に、女の子をモデルとした少人数撮影会を行う。 スタジオイチゴハウスを東京都新宿区に開設した。2006年3月29日に発売された1980年代の女性アイドルのデビュー曲を収録した CD80S メモリアルアイドルファーストキスでは監修を務めた。ありがとうございます。